マグネシウムや、鉄のネソ計算塩鉱物である。m g 2塩 o 4と f e 2塩 o 4との間の連続固用体をなす。観卵石の分類玄武岩などの塩基性岩や超塩基性岩に多く含まれる。鉄観卵石質の観卵石は、それ愛都質マグマの分化で消失し、それ愛都質流紋岩や花崗岩などに含まれることもある。寒卵石が主要構成鉱物である岩石を、 観覧岩という。マントルの上部は主に観覧岩から構成されていると考えられている。A 軸側から見た観覧石の結晶構造一般式は24。MN,NITI を少量含む。結晶系は斜方象系比重は3.2から3.8。モースコードは7。ガラス光沢で色は黄緑色。形状は粒状、または 単中上結晶。駆動観覧石の内緑色で、特に美しいものはペリドットと呼ばれ、宝石にされる。ラテン語のオリバが語源で、オリーブ色をしていることによる。1790年、ウェルナーの命名。アラビーンを観覧石と訳したのは、日本の地質調査所の人々らしく、文献で最も古いのは、20万分の1、イズズズ幅地質説明書である。 観覧とは、ベトナム原産の東南アジア一帯で栽培されている。果肉を食用にし、種子から油を取るほか、薬用にも用いる。この木は、果実はヨーロッパのオリーブにやや似ているが、全く別化の植物。しかし、幕末に、実だけを見て同じと誤認されたらしく、聖書を簡約した際、オリーブの訳にこの語が当てられ、以後そのまま伝えられたものという。 ありがとうございます。